はい、こんにちは、タックチャンネルでございます。さて、今回の動画はですね、3月に初めて行きましたタイ王国、こちらのね、旅行の感想をまあダラダラとね、お話ししたいと思います。 2,3 回行ったんだったらね、初めてタイに行く方へっていうね、動画にしたいんですけども、まあ僕初めてなんで、まあその初めて行った感想とかをですね、お話ししていこうと思います。まずは飛行機。タイ国際航空で行ったんですけども、気流がひどいせいかですね、過去一番怖かったですね。 CA さんもね、焦ってたんじゃないかな。ドリンクのサービスが終わって機内食を配ってる最中にですね、かなり揺れまして、もう飲んでるドリンクなんてね、持ってたらグーンとこう上に上がるぐらい。落ち着くまでね、多分ね、1時間くらいあったかな。なんかそういうね、急降下がね、2、3回あってね、まあ帰りはそうじゃなかったんですけどもね、行きは怖かったです。でね、タイ国際航空の印象なんですがね、すごくいいです。機内食も美味しかったですし、行きはですね、ガパオライスが出たんですけども、さすが本場なんでしょうか。日本で食べるよりもね、ちゃんと辛くてですね、香辛料というかスパイスが、まあ日本で食べるよりもなんかもう 2,3 種類入ってる感じかな。ちょっとね、複雑で美味しかったですね。あと着陸1時間半ぐらい前にはですね、軽食も出ますしね、あとこういい香りがするレモングラスかなんかかな、温かいおしぼりの提供とかですね。あと映画もね、あのクイーンをテーマにしたボヘミアン・ラプソディがありましてね。だからね、あまり苦にならない7時間半のフライトでした。で、着いて軽く両替して、でね、HIS のコンサイバスで移動、ホテルまでね、移動したんですけども、僕らのね、ホテルがね、最後で、だからね、空港出てからね、1時間半弱ぐらいはかかったんじゃないかな。で、コンビニ行ったらね、もうお酒の売る時間じゃなくて、タイはですね、とりあえず12時以降は売ってくれないんですよ。なので、こう、つまみだけ買って、ホテルに置いてあるビールをね、飲んで、その時点でね、日本時間の午前5時でした。で、まあ寝まして、で、次の日朝食を食って、BTS っていうね、高架鉄道に乗って、船に乗り換えて、三大寺院に観光に行きました。この船もですね、そう、一般用とね、観光客向けっていうのがね、あってね、そのね、観光客向けのスタッフがね、もうしつこいというかね、はい、こっちです、こっちです、みたいな。で、何バーツって聞いたらですね、60バーツだと。僕が調べたね、金額と違うんですよ。確か20何バーツとかね、10何バーツでね、かなり安かった記憶があるんだけども、でもね、結構並んでるんでね、まあいいやと思ってね、買って並んだらね、すぐその奥にですね、一般用のね、売り場がありました。まあでもですね、その船には2階のデッキがあったんで、撮影するにはね、とても良かったから、結果的には良かったのかな。で、三大神。まずですね、ワットアルンに行きました。順番は、ワットアルンから行った方が効率的です。そうじゃないと、渡し船をね、2回乗んなきゃいけないんですよ。ワットプラキョ、ワットポー行ってから、ワットアルンに行って、また戻ってくるっていう感じなんでね。ワットアルンから行った方が効率的です。でね、そのワットアルンがね、綺麗でしたね。まあ今まで行った、バリー、グアム、台湾にはまたないね、感じっていうんでしょうか。目の前にそびえ立つっていうね、言葉がぴったりのね、白い寺院でした。まあね、他のところもっとね、大きい建物をまだ僕見たことないんで、まあでも、ああいう感じなのかなって言ってね、ちょっとね、感動しましたね。だから今回の旅で、まあインパクトがあったせいか、あれが一番印象的だったかな。うん。そしてその後、ワットプラキョとワットポーに行ったんですが、これがね、結構歩きます。船着き場から、ワッ
ットプラ教の門に入るまで歩いてね25分とかもしかしたらそれ以上かかったかもしれないかな。でね、入ってからもね、広いでしょう。で、またその後ね、ワットポーに行くのにまたね、20分以上歩くんですよ。で、タクシーとかね、トゥクトゥクとかいっぱいいるんですけど、100% まともな値段じゃないです。メーターでは言ってくれません。で、必ずね、いくらって聞いたらね、200バースって言われるんですよ。これね、YouTube のですね、僕が旅行前によく見てた TJ チャンネルっていうね、まあ、タイに特化した、タイでね、撮影してるチャンネルがあるんですけども、そこでですね、タクシーにメーターを使わせるコツっていう動画があったんですよ。内容はですね、まあ他の方のチャンネルなんで、リンクの方下に、ね、貼っておきます。そちらをね見ていただきたいんですけども、そのね船着き場周辺ではそのテクニックが通用しませんでした。で、200バーツって言われてね、まあ150バーツとか100バーツに下がるんですけども、せいぜい頑張って90バーツですね。でもね、通常のメーターの価格だったら多分ね、ワットプラ教からワットポーまでの間だったら45バーツとか50バーツぐらいでいけるんじゃないかな。まあそれぐらいでいけるんですけども、値切って90バーツが限界です。それもね、タクシーじゃなくてね、トゥクトゥクでした。まあでもですね、僕はその後、まあ、トゥクトゥクに乗って、レストランに行ったんですけども、まあその時も、は90バーツかな。最初100バーツって言われたんですけどね、もう一声って言って90バーツにして、まあ、観光だと思ってね、うん、まあ、いいかと思って、トゥクトゥクに乗ってレストランに行きました。でもですね、そこ以外は、その、タクシーにメーターを使わせるコツで、一発ではないんですけども、全部成功しましたね。まあちょっとね、いいテクニック、まあ言葉のテクニックなんですけどもね、もうね、いいねと、大体いいねはね200バーツなんで、いいねと通常のメーターだったら3倍以上違うんじゃないでしょうか。まあ200バーツなんでね、まあそのまま乗ったとしても大体、700円ぐらい、まあ日本でタクシーに乗ったと思えば安いんですけど、ただね、せっかくタイに行ってその安さも実感したいんでね、なのでね、タクシーはね、まあ、交渉がだから大変でしたね。あと、そう。メーターでもですね、改造メーターを使ってるやつもいます。通常の初乗りは35バーツなんですけども、改造タクシーはね、初乗りでね、67バーツとかね、69バーツだったかな。うん。その時点でね、倍です。僕が、ホテル、に頼んで、タクシーをもう配車してもらったんですけども、そのタクシー、まあメーターだったんですが、改造車で、初乗りがね、69バーツくらいだったと思ったんですよね。ただ、ピッとして、急にね、初乗りが35バーツに変わったんですけども、まあその辺はね、ホテルから行くんであれば、ホテルの人に頼んだ方が、一番安全だと思います。あとはですね、そう、屋台。屋台はね、もちろんショッピングモールの中でもですね、値段がついてないところが多かったです。で、そういうところはほぼ交渉です。これがね、結構楽しかったんですけども、最後はね、めんどくさかったかな。どれぐらい違うかというとですね、例えば、ある品物が1個300バーツだと。でも、違うところに行ったらですね、同じ品物が3つで300バーツで売ってたりするんですよ。それぐらい違うんで、そうですね、いろんな YouTube で、タイのね、よく価格交渉をやってるシーンとかがね、出てるんで、まあそういうものを見てですね、感じ取っていただければなと思います。うん、物価はね、安いかな。ただ全部が全部比較できないんで、なんて言えばいいんだろうね。例えばね、前回紹介した、マンゴーとかフルーツの石鹸。これね、6個で200バーツだったんですよ。だいたい700円ぐらいですね。これが高いのか安いのかわからなかったんですけども、日本に帰ってきて調べてみたら、日本では1個400円とかですね、5個で1500円とかで売ってたんで、ああ、そこで、ああ、安いんだなと思いました。うん、ご飯とかもね、安いんですけども、驚くほどではなかったかな。うん。屋台だと、多分ね、
そう感じるのかもしれませんけども、通常のレストランとか、まあレストランのね、そのクラスにもよると思うんですけども、ショッピングモールとかに入ってるところはね、そこまでね安いっていう感じはしなかったかな。まあただ全体トータルすると、あ、安いんだなっていうのはわかります。まあコンビニのね、それこそドリンクとかね、日本では120円で売ってるものが向こうでは35円とか、それぐらいなんでね。まあコンビニ行くと多分まだ一番先にね、その物価の安さが感じるんではないかなと思います。あとね、気温ね、まあ慣れたせいもあるのか、最後に行ったバリ島、あれ2年前か3年前かな、親父と行ったバリ島よりは過ごしやすいというか、じりじりとした暑さ、もちろんですね、北海道に比べると湿気はすごいんですけども、その 2,3 年前に行ったねバリに比べるとね、全然平気だったですね。まあ暑いには暑いですよ。日中でね34度ぐらいになったんで、でもまあ想定内の暑さだったかな。ただですね、暑くてですね、この RX100 のカメラが全く動かなくなりました。電源が入ってこうレンズが出てるんですけど、画面が映んないと。でおかしいんで、電源を切ろうとしても全くレンズが引っ込まないというね、そういう風になりました。しまいにはですね、ジンバルもね、熱のせいなのかな、誤動作しましてね、電源を入れ直してもダメで、届いたばっかりで持ってったんで、全ての機能をこう使いこなしてないというか、そういうトラブルシューティングの場合にどうしたらいいかってね、理解してなかったんですよ。まあ、結局ですね、日本に帰ってきて初期化したら治ったんですけども、うん、治ってよかったなと思いましたね。で、その RX100 も、しばらく日光に当てないで、カバンの中にしまっといたら、治りました。あとなんだろうな、アユタヤ遺跡も、迫力があったんですけども、やっぱりここもね、広いです。まあ、どこも広いですね。まあ、その分だけ歩きますし、暑いですし、疲れます。もうね、遺跡を点々とするたびに、水とかね、コーラとかね、飲んでましたね。で、遺跡のところにもね、入り口に大体ね、売店とかがあるんですけども、コンビニで10バーツのやつが、大体20バーツとか25バーツぐらいで売ってます。そこまでね、まあでも倍か。でも良心的なところが、10バーツでありましたね。でも基本的にコンビニの倍ぐらいかな。ああいうそのアユタヤ遺跡みたいな雰囲気がね、日本にないんでね、やっぱり見るとね、すごいなというか、アユタヤ遺跡って壊れたっていうよりも壊されたっていう歴史があるんで、まあそういうものを感じながら見ると、またね、こうなんかこう心に残るというか、完璧に復元せずにですね、そのまま残されてる感じ、このね、廃墟感っていうんでしょうかね、なんかそういうのがね、感じるものがありましたね。まあ今回ですね、観光をメインで結構詰め込んだんでね、2日間あの昼食抜きでした。だからね、心残りといえばね、もっとタイ料理をね満喫したかったですね。もっとね、こう日本にあるもんでもやっぱり本場では味が違うじゃないですか。そういうものをね、もっと舌で感じたかったなというふうに思います。だからね、もう一回行ってね、屋台街とか、タイ料理をね、満喫したいなと今は思ってます。ってことでですね、初めてのタイ旅行、まあちょっとね、だらだらとお話ししましたけども、またぜひね、機会があればね、行きたいなと思います。やっぱりね、一つの地域ね、2、3回行かなきゃね、ダメですね。で、まあ次の海外は、今のところ、まあね、台湾が近くていいんでね、台湾。それもね、もし台湾に行くんだったら台中とかね、そっちの方に行ってみたいですね。まあということで、ずっとですね、タイ360度の映像とかですね、タイの旅行記、あとお土産の紹介、をしてきましたけども、一応ね、今回のこの動画でタイ関連の動画はね、一応終了となります。お土産もあとね、紹介するものもないかな。まあ、もしかしたらね、カップラーメンとか、またなんか飯テロとかでね、やるかもしれませんけども。まあ、その時はお楽しみにしていただきたいと思います。ということで、また！